はい、皆さんこんにちは、鉄坊でございます。いつもひま坊主チャンネルをご覧くださいましてありがとうございます。ちょっとね、朝の、今午前9時半ぐらいかな、コーヒーをこうね飲みながらひま坊主チャンネルの収録をしているわけでございますけれど、まだまだこちらでは寒い日が続いております。まあ、日本は結構暑くなってきたみたいですけどね、ここは今現在もまだ外の気温は今日12度ということで、結構、寒いっす、外行くとまだ、全然違いますね。はい、で今日はちょっと軽い話題です。めっちゃ軽い話題です。まあ、サムネにも書いてありますけど、本当はもうライトトークでございます。で今日話するのは北米の鉄オタっていうテーマについてちょっとお話ししようかなと思ってるんですけど、っていうのはなんでこの話しようかなと思ったのは、乗り物ニュース系のねウェブ媒体のねメルグマールっていうところ私も時々見るんですけど、ここにね欧州鉄道フォトライターの橋爪さんっていう方が寄稿されてて、鉄道オタクは世界的に少数派だった、オタクがいる国いない国決定的な違いとはっていう記事がありまして、でまあこの間私鉄坊主チャンネルで日本の客車が客車列車がダメになったっていうのを、まあ、北米とか欧米とかの、ね、例を挙げていろいろ説明したんですけど、この橋爪さんの記事もいろいろ参考にさせていただきました。なんせ私ヨーロッパのことあんまよく知らないんで、北米についてはある程度分かってますけど、ということで、まあ、この橋爪さんはチェコのプラハに在住、旅行業界勤務を終えてフリーライターに転身ということで、幼少の頃に英国及びイタリアに在住、以来40年以上欧州の鉄道を追い続けるということで、外国に住んでて旅行会社に勤めてるということで、なんかちょっとね全然存じ上げないんですけど、親近感を感じますね。はい、でまあこの、まあ、方はね書いてある記事、まあ、記事のリンク、記事についてはちょっとリンクを概要欄に貼っておきますんで、そちらで、まあ、ご興味があればご覧いただきたいなと思うんですけど、まあ、記事の内容、ざっくり読むとね全文読むとこの記事読んでいただけないことになるんで、まあ、日本ではね、なんとか鉄みたいな感じで、まあ、言われてて、でその中で最近ね撮り鉄が問題になってると、世間からの風当たりがね強くなってきたと。でまあいずれはね鉄道の撮影に禁止になっちゃうんじゃないかと危惧しているということだけど、海外はどうなのかということについてちょっと話したいということで、まあ、こう記事が始まるわけですけど、でまあ鉄道趣味というのは、めちゃ金かかると。まあ、カメラをね撮り鉄するならカメラ必要だからカメラ買わなきゃ話にならないし、で乗り鉄するなら運賃払わなきゃいけないし、で模型鉄やろうと思ったらね、もうこれはもう本当にむちゃくちゃ金かかるね、模型鉄っていうのは本当に。まあ、何どうやってお金を使うか人にそれぞれですけど、来れば来るほどいくらでも金のかかる、本当に湯水のごとくですね、金がかかる。まあ、ここではね鉄道とは金を失う道とはよく言ったものだっていうことで、確かにそれよく言うですね、鉄道会社でも鉄っていう字って金編に失うって書くから、それが嫌だから失うのところの上を出ないように矢にしたりとか、あと私のこの鉄坊主チャンネルの鉄みたいにこれ難しい字にしたりとかね、私が鉄坊主チャンネルの鉄を難しい字にしているのは別に深い意味はなくて、金を失うとかそんなこと何も考えてなくて、単純にそっちの方が見栄えが良かったから、かっちょ良かったからそっちにしただけなんですけれど、はい、まあとにかくそういう、まあ、そういう金がかかると。でまあ、だから鉄道趣味が一般的になっている国ってのはもう豊かな国ばっかだと、まあ、日本とか、まあ、G7 諸国とかね、そういったところばっかりだという。で、で逆に鉄道趣味が浸透しないところっていうのは、まあ、発展途上国の国とか、一般人が鉄道に深く関わりを持てない国とか、例えばね極端な例で言うと北朝鮮みたいに勝手にその撮影できないとかね、まあ、社会主義時代の東欧とかロシアとかもそういったことがあったと。まあ、もっといや戦時中の日本でもね撮影するのはなかなか難しかったんじゃないかというようなことで、まあ、今でもまあもしかするとその国防とかね関わってると撮影禁止っていう国があってもおかしくないというような国で、で、まあ、現在社会、現在資本主義国家になった、まあ、かつての社会主義国だった中央諸国も、まあ、鉄道趣味がまだ浅い国と言えると。やっぱりこの中央諸国だと他のねドイツなどの周辺国に比べると、どうしても給与、全体所得水準が低いから、他の国から来るアマチュアカメラマンのカメラとか見るとやっぱり全然いいのを持ってるというようなことが多いと。でその反面その
そういった国から中央諸国、結局鉄道、の歴史が浅いから旧型車両がいっぱい残ってるからっていうことで、まあ言ってみれば我々日本に住んでたらローカル線にわざわざ行ってキハ40見に行くような感じですよね。だこれを普通のそのなんだろう中、普通ドイツとかイタリアとかフランスとかああいった高速列車がバンバン走っているような国に住んでいる人たちがこうわざ東中央とか東欧に来て昔の古い客車に揺られてああ情緒があるなって、まあ、感じるようなことをするわけでしょうね。私やったことないですけど、うん、まあまあでも気持ちはわかりますよね。わざわざその新幹線乗ってですね、わざわざ只見線に行くとかっていうのとやってることは同じだと思うんですよ。ただそれがEU というまあ、一つの、まあ、国みたいになっちゃってますけど、まあ、それでも一応国境を越えるってことじゃないですか。よその国に行く、まあ、それが日本でいうと他の都府県都道府県に行くみたいな感じになっちゃうわけですよね。はい。でまあまあ、今では、まあ、この間もちょっとね鉄棒チャンネル その客車列車のところで話したけれども電車タイプの高速列車っていうのが増えたけれども地方に行くとまだまだ客車列車が入ってて、まあ、それでガシャコンって揺れるあれがいいって思ったりするようなことで、まあ、そんな感じのことになってると、うん、であとなんかイギリスで今流行している鉄道ファン活動っていうのがある。私これ全然知らなかったんですけどトレインスポッターっていうらしくてノートに今自分が目撃した車両編成をひたすら記録するだけというもの。鉛筆とノートがあればすぐに始められる手軽さが受けて、今もね老若男女問わず多くのトレインスポッターが活動しているのだって書いてすごいですね。なんだろう日本だったら毎日ずっとこうどっかの踏切のとこみたいなところに立ってて通った電車はああ今日は貨物列車がこの時間のこの貨物は何両だったなみたいなことをまあ書いたりとかするのかな、うん、あ今日はこの窯で走ってるんだなってであ次の日来たらあ昨日と違うなとかっていう、まあ、そんなことを感じながら見たりするのかなと思いますけど、まあ、こんな記事があって、まあ、これ読んで、面白いなと思ってじゃあ北米はねどうなんだということで、まあ、この橋爪さんはね欧州専門なんで私はまあ北米専門ってほど北米で鉄道に正直乗りまくったわけじゃないんですけれどちょっとこちらのね日本におけるこういうなんちゃら鉄は北米ではどうなんだっていうことでちょっとお話をしたいなと思うんですけれど、まず最初に模型鉄ですよね。模型鉄はこちらでも結構はいるし本屋に行くとそういう雑誌はあります。ただこっちの雑誌ってね日本みたいに綺麗な雑誌じゃないんですよね。なんだろう最初の数ページは結構綺麗なカラーといっても、まあ、紙の質は結構安っぽいなと思うんですけど真ん中の方行くとねもうなんかわらばんしみたいな紙だったりするんですよね。ザラザラした紙でもうもちろん全部白黒なんであんまり、うん、まあ読まないし買わないし、うん、であと圧倒的決定的に違うのはまず A 超ゲージねこれで10がこっちでは日本だと N ゲージの方がやっぱ多いじゃないですか。でこっちだと A 超がやっぱ多いですよね。これはもう模型屋に行くと一目瞭然で N やってる人もいるんですけれど N ゲージってこっちの模型屋に行くと N ゲージの製品見ると結構日本の多いんですよね。でめっちゃ高いですけどもちろん日本の値段の 1.5 倍から下手すら2倍ぐらいの値段で売られてますけど N に関して言うとで加藤が結構外国用の製品作ってるんですね。 N でそういったものが結構出てたりとかするこちらのいわゆるこちらの貨物であるとかあとヨーロッパのね TGV とかあの手のやつが売られてたりします。結構であともう完全にこれ買う人多いのかなってもう本当に日本で売ってる橋上駅舎セットみたいなものがそのまんまの形そのまま日本で売ってるものそのまま同じものが売られたりすることもあります。はい。で HO に関して言えばもう完全にもう北米仕様なんですけどあとこれも日本と決定的に違うのは走らせてる列車が、HO の場合はもうこっちだというとほぼ貨物ほぼほぼ貨物です。貨物列車旅客はほんと少ないですね。見たことありますけどほぼ貨物で16その N ゲージじゃない HO で走らせてる人の旅客を見ても走ってる列車が北米のものじゃなかったりしますよね。結構ヨーロッパの客車列車みたいな感じのものが走ったり、うん、します、うん、それこそドイツの昔のインターシティみたいなあんなのが走ったりしますよね。でちょっとそこが違います。はい。模型鉄に関して言うと、まあ、そんな感じで、撮り鉄
撮り鉄してる人も、日本ほど多くはありませんけど、いるにはいます、いるにはいるんですけど、まず日本のように絶対数が多くないので、あんな風にはあんな風に大混乱にはまずなりません。それからターミナル駅は基本的に乗客じゃないと入ることすらできません。で、まあ、これ見本もちろん全部の駅ってわけじゃないんですけど、地方の無人駅なんか行ったらそれはもういつでも誰でも勝手に入れるしいいんですけど、例えばバンクーバーの駅とかあるんですが、ああいうところから長距離列車出発するときってホームに入れるのは基本的に乗客だけの、お見送りの人が入ることもできませんし、入場券なんてものもございません。基本的にホームに入れるのは乗客だけで、なおかついつでも自由に入れるわけじゃない。でこれも日本の都心大都会の、ね、鉄道だと別に駅なんていつでも自由に出入りできるじゃないですか。で地方に行くと改札が開いてから入れるようになってますよね。こっちの鉄道って基本的に全部あれです。改札が開かないと入れません、うん、で結構なんていうのかな、飛行機の搭乗ゲートに近いみたいな感じ、入り口のところに人がいてこうチケットを見て、あ、切符拝見しますみたいな感じで、うん、見てでそれでは入っていくみたいな感じ、ね、で駅に入るまでの間はもう駅舎の中で自由に過ごすか、でE クラスに乗ってるとファーストクラスラウンジみたいなのがあったりするん でそういったところで過ごしてるとかっていう感じでございます。でなので撮り鉄が勝手にホームに入って撮るっていうこと自体がそもそもできません。はいはい。でまあ、私以前にビア鉄道って乗ったことがあって、一番最先端の機関車のところに行って撮ろうかなってテクテク歩いていったら、君何してんのって言われて、なんか鉄道職員の人になんか言われて、なんか怪訝な顔して、いや機関車が好きだから写真撮りたいんだと、へえみたいな、うん、どうぞどうぞって言われたけど、なんか変わったことしてんのねみたいなことを感じで見られましたんで、なんかあんまり、なんて言うんですかね、撮り鉄っていうのはそこまでメジャーじゃない、まあ、撮ってる人はどっちかっていうと線路脇で撮ってる人の方が多いんですが、まあ、それもそんなに多くはございません、はい。で次に乗り鉄で、乗り鉄っていうのも、まあ、もちろんいるにはいるんですが、日本みたいに多くはない。その鉄道に乗ることがもう目的、もう極端なし車窓なんかどうでもいい、もう私はこの車両に乗ってたいんだっていうような、まあ、感覚の人って日本の乗り鉄の方いらっしゃるじゃないですか。でそこまでの人っていうのはあんまりいないと思います、うん、私が知る限りいなくはないと思いますけど、いない、ほとんどいない、うん、でもうやっぱり 大多数は旅の乗車手段か、もしくはクルーズトレイン的な感じで乗ってる人がほとんどっていうか、そんなのしか走ってないからっていうのも理由なんですけど、特にバンクーバーから走ってる、バンクーバーで走ってる鉄道って、前もお話しましたけど、スカイトレインっていう街の中を走ってる普通の公共交通と、それから週に2回しか来ないトロントまで行く、3泊4日でトロントまで行く長距離列車、大陸横断列車、カナディアン号っていうんですけど、これしか走ってないんで、まあ、あとウエストコーストエクスプレスという郊外に行く2階建て の客車列車、これしか走ってないんですけど、うん、まあ、ウエストコーストエクスプレスに乗った時も私は乗り鉄みたいな感覚で乗ってましたけど、そんな人ほぼ皆無でしたんで、はい、私車窓こうやって撮ったら隣の人が不思議そうな顔して見てましたからね、うん、そんなことありましたし、で、まあ、だからとにかく乗り鉄するほど列車が走ってないし、で走ってるのは高額な、そう、クルーズトレインしか走ってないっていうのも理由です。あともう一つあった、もう一つバンクーバーから走ってる列車は、ロッキーマウンテニア号っていう、まあ、これも客車列車なんですけど、これも完全にもうクルーズトレイン、これ完璧なクルーズトレインですね。これはここバンクーバーからカナディアンロッキーって山の中まで2日間かけていくんですけど、寝台じゃないんですよ。途中の、カムループスって途中の町で泊まるんですけど、そこで列車から降りてホテルに泊まって、次の日また同じ列車に乗ってカナディアンロッキーに行くっていうのがあって、まあ、これだから列車と真ん中のホテルのこれがパッケージになってる。だから列車の中では寝ない、寝るところもない、普通の座席だけ、普通の座席があって、これもね、まあ、いくつかクラスがあるんですけど、普通の人たちはエコノミークラスだと平屋建てで、 E クラスになると2階建て車両になってて、2階が自分の席で1階がダイニングになってる。で、
2階の座席の人が全員いっぺんに台に行くと、賄いきれないんで、上の階の人を半分に分けて、じゃあここから前半分の人は何時から昼食、後ろ半分の人は何時から昼食ですみたいな感じで、お昼ご飯と、朝ご飯は食べなかったな、お昼ご飯だけかな、をそのダイニングで食べるっていうようなことをします。まあ結構これなかなかうまいものが出るんですけど、昔これ仕事で乗りましたね。はい、旅行会社の役得でございます。お客さんをご案内するということで私一緒に乗ったことがございますけど、だいぶ前の話ですね。まあそんなのがある。まあこれもだから乗り鉄で乗るような感覚だから、乗り鉄の人がじゃあ七つ星九州に乗るかって言ったら、まあね、そのなんだろう、スーツさんとかみたいなね、ユーチューバーさんがねお金を出して乗ることはあっても、純粋な乗り鉄として乗る方ってなかなか少ないんじゃないかと思うんですよ。ですから、まあ、そんな感じのことがありまして、なかなか乗り鉄を楽しめる状況ではないっていうのが北米でございます。で、あと音鉄っていうのはまあ基本的に発車メロディーとかないから音鉄っていうのもないし、で車内放送っていうのも、その長距離列車における車内放送ってないと思います。聞いたことないな。あったかな、あったかもしれない、東の方の都市間列車ならあったかもしれないかな、はい、あんまり多分ないかな。はい、であと何鉄がある、時刻表鉄時刻表鉄、時刻表鉄はね、あんまないですね。っていうのはそもそも客車が列車の運行本数が非常に少ないから、時刻表で遊ぶのって結構なんかこういう、いわゆるなんだろうね、自分の旅行プランを、まあ、実際に行くか、実際にその後それを行くかもしれないけど、行かないにしてもこうやって乗り着いたら、あ、この時間にここに行けて、こうやってこうやってこんなことができるんだみたいなことは楽しいわけじゃないですか。この机の上でやるね、なんだろう、机上の旅行とでもいいのか、あれが楽しいわけじゃないですか。でそんなね、その何分の乗り継ぎで列車乗り継ぐなんて、そんなことがこっちではないんで、そもそもそういう楽しみ方ができない、ある場所に着きました、次の列車2日後ですみたいなこととか、とにかく次の日まで待たなきゃいけないとか、ていうかそもそもね、こっちの列車ってね、定刻通りに着かない、2時間遅れぐらいなんてしょっちゅうあるんで、もう危なくてそんな予定組めたもんじゃないですね。だから基本的に乗り継ぎは着いた翌日にするっていうのがもう基本でございます。そうしなくて、そうしないと危なっかしくて、鉄道旅の遂行が難しくなってしまうというような、まあ、感じでございますかね。他に何鉄あった、そんなもんですよね。撮り鉄、乗り鉄、模型鉄、まあ、音鉄、それからなんだ、まあ、時刻表鉄、まあ他にもいろいろあるのかもしれないけど、とにかくそうやって列車があんまり走ってないから、なかなか鉄オタが埋まりにくい。これまあ昔も一回話したんですけど、鉄道がそもそもそんなたくさん走ってないから、そういうおもちゃも少ない。でおもちゃが少ないと子どもがそれで遊ぶ機会が少なくなるので、鉄オタになる確率が下がる。こっちで売ってるその子供向けの鉄道おもちゃって、まず機関車トーマス、これはちょっと違うじゃないですか。で、あとはなんだろうね、アイケア、あ、ごめんなさい、日本だとイケアっていうね、こっちだとアイケアっていうんですよ、あれ、まあいいや、コストコはこっちだとコスコだしね、はい、まあ、そんなことはいいんですけど、イケアに行くと多分売ってると思うんですけど、この木のレールのところにこうやって自分でガラガラ押して走る、手で押してやるやつ、こういう木の線路に自分でこう手で押してる、こんなおもちゃがあって、こんなぐらいなんですよね。でだからもう鉄オタが育ちにくい土壌でございます、ね、やっぱりね、日本でね、鉄オタをねどんどんね育っていくのは、まあ、もちろんその汽車がいっぱい走ってるっていうこともあって、であとなんといってもプラレールですね。プラレールの存在がめちゃくちゃでかいと思いますよ。プラレールが私もう鉄オタを育てる入り口だと思ってます。実際に周りを汽車が走ってる、でその汽車で遊ぶことができる、しかもその汽車は実際に走っている、まあ、かなりディフォルメされているとはいえですね、 E6 系とか E6 系 E5 系のはやぶさ小町連結セットとかが売ってたりするわけじゃないですか。こんなのあるのは日本ぐらいだと思う。欧州にもないんじゃないですかね、はい、というようなことで、まあ、ちょっとね、なかなかこっちではね、鉄オタが育ちにくいというのは、まあ、こういう事情がございます。まあ、とはいえ、まあね、北米もまあ汽車に乗るとそれで楽しいのは楽しいんですけど、
まあ正直言えば私やっぱ私は日本の方がいいし、あとはヨーロッパはいろんな種類が走ってるからそのうち行ってみたいなと思います。はい、ということで、今回ちょっとライトなネタでございましたけど、北米のね、鉄オタ事情についてのお話でございました。ご視聴どうもありがとうございました。